3、2、1。FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいがなかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安でその気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いているメンヘラさん、私たち2人が疑問質問お悩み相談何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきでいろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103@gmail.com、 ローマ字でメンヘラ数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、本日メンヘラジオ第24回の収録となっております。はい、はい、もう続いてるね。はい、今日がね収録日、3月3日ひな祭り、ひな祭り、はい、ただですねこちら放送日が3月13日月曜日となっておりまして、はい、はい、今日ね、うん、ちょっといつもね毎週火曜日に、火曜日だっけ、月曜日に収録もさせてもらってたんですけど、うん、まあうちのね夏実さんがね、はいはい、絶賛体調不良中で、体調不良、うんうん、メンタルがもうヘラヘラしちゃってね、うん、ヘラヘラしててもうボロボロのずーたボロの、はい、大変してて、ちょっと FM 技能さんに連絡もさせていただいて、すいません、うん、今日はちょっと嫁があれなんで、嫁があれなんで、はい、お休みさせてくださいってね。で先日ちょうど木曜日ね、うん、あのハピアンで、定期でやっている、なんだっけ、リージチャーコロビーカフェ、はい、はい、姉妹番組の名前出てこなかったよ、うおーリージチャーコロビーカフェの収録でね夏実さんがお邪魔した際にね、うん、山内社長の方に、うん、先日はすみませんでしたと、すみませんでした、はい、ちょっと ぶっちて私がおそそうしましたおそそうしちゃダメだでね、ちょっと謝罪というかね、うん、はい、あのさせてもらったところね、うん、大丈夫ってね、うん、大丈夫だよって、大丈夫だよって、うん、あの君たちは、うん、ほら あれだからじゃなくて君たちにはいろいろあれがあるからっていうことで、分かってるよとね、うん、理解がねすごくある素晴らしいね、とっても理解のある社長さん、はい、そうじゃなきゃね、やらせてもらえてないはずですからね、うん、ありがたい話です。感謝してやっていけます。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、では本日も皆さん、30分、はい、短い時間ですが最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、はい、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、あ、メッセージも私たちお待ちしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。嫁があれなんでヘラっとるなすいません。はい、では、本日も久しぶりにね、2人で、うん、そう、2人収録で久しぶりになるんですけれども、はい、なんとですね、先日、まあ、2月の23日にね、うん、初めて、FM 技能案内で、他のラジオ番組をやってらっしゃるパーソナリティの方に、ゲスト出演ご依頼受けまして、ありがたいことに、はい、はい、参加してきた時にですね、まあ、うん、参加した番組が He Who Me Is Bar、うん、FM 技能案をよく聞いてらっしゃる方でしたら、うん、長年続いている
番組なんで。長寿番組。はい、ご存知の方も多いかと思いますが、イエフミンさんに、ご招待いただきまして、はい、夫婦でちょっと参加してきました。うん、はい、その時にね、たくさんの人に聞いていただけて、はい、その反響といいますか、はい、メッセージの方が届いておりますので、夏美さん、はい、はい、いただいたメール、お読みください。はい、ありがとうございます。ラジオネーム、ヤン吉さん。はい。ヤン吉と申します。先日のヒーフービーズバーで初めて拝聴させていただきました。うん、終始、笑顔のお二人が印象的で、出会えたことに感謝して、今夜はお礼の挨拶まで。またよろしくお願いいたします、ヤン吉とのことでした。はい、ヤン吉さんありがとうございます。ヤン吉さんありがとうございます、うん、めっちゃ嬉しいなそうね、なかなかこうやってラジオの感想とか、うん、うん、いただくことないんで、本当に皆さん感謝、ヤン吉さん感謝しております。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ほんでもう一つですね、はい、大東番組の、メンヘラアットマーク、うん、メンヘラ103アットマークgmail.com 宛てにいただいた、うん、メッセージございますので、はい、読まさせていただきます、はい、ラジオネーム匿名希望さんから、はい、私は現在44歳で17歳の時から精神病院に通院しながら入退院を繰り返しています。自殺未遂も何度かしました。首吊り、練炭、リスカ、入水などです。今は割と症状が落ち着いて安定した生活を送っています。2011年から障害者年金で暮らしてます。病名は今はうつ病ということになってますが、摂食障害、境界性人格障害、アルコール依存気味といった感じで、うつ病以外の病名の症状が強い時もありました。摂食障害は拒食症の方でした。17歳から21歳まで食べると吐くので、水もダメでした。口から飲食することなく点滴で生きていました、うん、今は何でも食べれるし吐くこともなくなったので、太ったってもいいから美味しく食べられるうちは美味しいものをいっぱい食べてます、うん、夏美さんは解離性障害でしたっけ、はい、多重人格と理解させていただいて、先日はツイキャスにコメントさせていただきました。違ったらごめんなさい。アルジャーノンに花束をという小説をご存知でしょうか。作者はダニエル・キースという人なんですが、彼が実際に取材を続けて書いた24人のビリー・ミリガンという本がありまして、実在する24人格を持った犯罪者のお話なんですが、その犯罪は多重人格のためなのではないか、罪はどうなるのかと当時話題になったノンフィクションの話です。中身を読むと、人格交代の時の話や人格を統合していく治療の話などが書いてあって、とても勉強になりました、うん、なので夏美さんの症状について、主人格は夏美さんですか、いや他の人格はお互いを認識していますか、など質問コメントしてしまい申し訳ありませんでした。ダニエル・キースが書いた5番目のサリーも5人格を持つ人の、こちらはフィクションの作品があります。そちらもまあまあリアルに近い作品になってます。もし読書が好きであれば読んでみると共感できるお話が書かれているかもしれません。なかなか本を読める状態になるのは難しいとは思いますので、無理にとは言いませんし、そういう本があるんだなって感じでいいです。健太さん、自殺未遂のお話されていましたが、確かに知らない人には苦しさなど伝わって体験談は勉強になると思いますが、私はよくその手の話を聞くと、あら、私もまた自殺に挑戦しようかしら、などと気持ちがそちらに持っていかれそうになる時があり、苦しくなる時があります。今は割と大丈夫になりましたが、他にも私と同じような気持ちになる方もいるかと思いますので、話す前には、ここからこういう内容を話しますので、聞きたくない方はミュートしていてください、など、前置きがある方が安心して聞けると思いました。お二人の仲睦まじい感じが幸せそうでほっこりしました。お互い苦しさや辛い時もあるかもしれませんが、末永くお幸せに。長くなりましたが、陰ながら応援しています。ではでは、とのことでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。確かにね、そういうデリケートなお話をするときは、ね、
聞いてる方もね、うん、いらっしゃると思うんでね、うん、選択できるようにね、うん、あここから私もちょっと聞いてみたいな、聞いてみたいな、あこれはちょっと私の精神にあまり良くないわって、うんうん、できるような配慮はやっぱ必要かもね、すごく、うん、ね、勉強になりました。なんかね、会った時はこうやって意見いただけると本当に嬉しい、うんうんうん、ありがとうございます、匿名希望さんね。で、なっちゃんにね、はい、質問あったけど、主人格は夏美さんですか、いや他の人格はお互いを認識していますかと。主人格は、はい、主人格は夏美だと思います。夏美ですね、うんうんうん、夏美です、うん、それでも、もう一つは他の人格はお互いを認識していますか、うん、他の人格をお互いを認識しているかっていう質問では、うん、認識していると思います、私の頭の中は、うんうんうん、なぜかといったら、うん、女の子の人格がいるんですけど、はい、その女の子同士で喧嘩をしてたりするので、うんうんうん、その声がわーわーはっきりとは聞こえないんですけど、私は、うん、夏美がね、はっきりとは聞こえないんだけど、うん、わー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 って言ってるのが、なんか喧嘩してるなって、ね、喧嘩してるなっていうのが、誰かが言い合ってるなって頭の中でね、そうそう、うんうん、あって夜ちょっと眠りづらいなって思う日もあるからです。あ、はいはいはい、はい、うん、だから認識はしてると思います。あ、そうね、うん、でも人によって違うのかな、こういうのってね、もしかしたらそうかもね、うん、によっては全くお互い、うん、完全に、うん、知らないで出てきてて、もう後からみんなに言われてから、気持ち悪い、何怖い怖いって自分でなる人もいるだろうし、うん、で他の人格同士もね、全く干渉してない人もいるかもしれないし、うんうん、まあそこはね、人によりけりだと思うから、多分匿名希望さんもね、夏美さんはどっちのタイプ、うん、っていうことでもしかしたら聞いてくれたのかもしれないね。ありがとうございます、うん、本もちょっと読むの苦手なんですけど、うん、うん、読んでみようかな、ちょっと挑戦できるかなどんなかね、夏美さん活字がねちょっと弱いからね、うん、まあその時は俺がじゃあ寝る前に読み聞かせてもらうということでなんかね、もうすぐ眠りそうなんだよね、うん、お薬飲んだらこの子本当にうちのね番組の最後のセリフ、お薬飲んで寝ろって言うんですけど、うん、もう本当にお薬飲んだらパッて眠るからね。ああ、ね、昔はでも眠れなかったんだよ。あ、そうか。ただね、夏美さんの場合ちょっとお薬結構あれ強めなの。強めなのかな、わからない。まあ、他の人の方がよくわからんからあれかもしれないけど、うん、お薬飲んでもまあ眠るのは寝つきとしてはね、うん、いい感じではあるんだけど、うん、浅いよね。ああ比較的浅いかな、うんうんうん、うん、浅いなって思う。夢見たりもするけど、うん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 、だって朝方は起きちゃう、ね、例えばまあ10時ぐらいに眠るじゃん、うん、10時ぐらいに眠って、うん、2時3時とかに起きたりする時もあるさ。するする、うんうん、だからその時は、ね、起きちゃうよね。そうそうそう、朝まで起きて漫画描いたりとかしちゃうけど、うん、そんで次の日の朝にね、うん、眠いとかって言って眠ってたり、うん、まあ眩しいとかって言ってからそれこそ帰りしちゃうみたいな、出てくるみたいなこともあるし、うん、うん、だからやっぱり体調を整えるっていう意味ではね、よく眠れた方がいいのかなとは思ってるんですけれども、ね、ああそれはあると思う、うんうん、睡眠大事、本当私はね、よく眠れた方がいい、うん、うんうんうん、で実際まあゲスト出演しての感想をちょっと言いたいなと思うんですけれども、あ、ひふみずばあさんね、うん、どうでした、初のゲスト出演、まあね、メンヘラジオというか、うん、デチャコロ、デジチャコロビーカフェの方では、うん、まあメンバーとして出てるんですけど、うん、はい、ゲスト出演という形で呼ばれて出たのは、うん、まあ俺もね初めてだったんですけど、夏美さん感想としてはいかがでしたか。あ、やっぱりですね、その時のね、現場がね、私好きだった、とっても。照明が間接照明で、夜ね、そうね、薄暗くて。FM ギノワさん、なんかいい感じのね、間接照明で、うん、やってるんだよね。ひふみずばあさんがね、うんうんうん、やってて、とっても過ごしやすかったです。あ、で、やっぱ緊張もしたけど、うん、緊張もしたけど、でもなんか、
いろいろ聞いてくださったじゃないですか。ひふみんさんが、うんうんうん、聞いてくださってそれに答えるって形で番組をすごい一緒に作っていけたのは嬉しかった。あ、本当ね。うん、ひふみんさんがすごく喜んでくれてたのもあるけど、聞き上手でもありましたしね、うん、僕らの話をすごくナチュラルに引き出してくれて、うん、はい、こちらもすごくやりやすかったし、そうだね、うん、何よりね、ブース外でもすごくいい人で、うん、うん、来た時にね、うん、ドリンクなんか飲んでいいですよって言って、ごちそうになったね。ごちそうになった。そう、ごちそうになった。うん、うん、うん。で、楽しかった。楽しい収録をさせていただいて、で、ひふみずバーの時は、ね、うん、スタッフの、FM ギノワスタッフのギャンさんもね、すっごいおしゃれな、決まった格好をしててね、うん、うん、今日はね、また違う感じでね、うん、それも新鮮で良かったです。全然また印象違いますねって話したんだけどね、うん、すごく、お世話になりました。お世話になりました、本当に、うん、うん、非常に楽しく、収録もさせていただきありがとうございました。はい、はい、今日ね、テーマトークもしようかと思ったんだけど、うん、まあ感想で今日は終わりでいいかな。あ、そうするか。そう、たまにはね。うん、じゃあ流動的でそうしましょう。はい、で、当日いただいてたテーマ、退院で、うん、トークしたいと思ってますので、まあ引き続き退院で募集かけて集まったら、はい、またやらせていただこうと思います。はい。はい、ではこちらからは、ここからは、楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。はい、はい、本日紹介させていただきますのは何ですか。はい、大石正義さん、はい、お友達フィルム、あ、好き。はい、こちらお聴きください。はい、はい、いいね。ちょっと明るい感じにしたいなと思ってから、たまには、うんうんうん、なんか最近ちょっとしっとりした感じのが続いてたんで。いいね、ファンの曲好きだよ、はい、こうやってやるよね。はい、健太さんがね、よくカラオケでもう歌いますけれども、うん、そうなんです。これダンスが可愛くて、はい、そうね、本当に YouTube 動画というかね、カラオケでもね、PV でね、うん、歌えるからすごく楽しく歌えるよね、うんうん、歌って踊ってって、そう、うん、で何よりね、一緒に PV で大石正義さん本人がね踊ってるんだけど、その大石正義さんと一緒に踊ってる外人のね、可愛らしい女の子がね、うん、映ってて、ね、いるんだけどね、あの子可愛いね。可愛いね、うん、ハーフさんかな。いやー、あれハーフかな、わかんないじゃんね。まあ確かにね、めっちゃ外人に近いハーフっているもんな。とっても可愛い子、うん、本当に、うんうんうん、うん、一緒にピャカパカ踊って、そうライブバージョンもねあるんだけど、あれ兄様かな、あーかも、ね、一緒に踊ってる、ね、うん、舞台でもね、うん、PV だけじゃなく、うん、それはね、ダムかな、ダムで見れるんだよね、ライブダムとか、そうあれはすごいおすすめなのでね、うん、聞いていただければと思うんですけど、おすすめです。はい、で今日久しぶりに2人ですけど、どうですか今日、うん、今日はなんか昨日すっごい調子悪かったんですよ。そうね私調子悪いからのだから、そのからのですごく頭すっきりしてる気がする、うん、あ、本当、それは良かった、うん、あ、今日ね喋れてるんじゃない。喋れてる今日 ね、一日ハピアンでもね、会議とか参加してきてたけど、うん、楽しそうにしてたんで、すごく、はい、僕は良かったなと思ってます、うん、はい、でははい、始まろうか、はい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 、お聞きいただいているのは大石正義さんでお友達フィルム、はい、はい、こちら2018年5月に発売された、うん、楽曲となってまして、はい、タイトルのお友達フィルムには、うん、お友達のままアルバムにしまった恋、うん、という意味が込められています、うんうん、カメラと告白をテーマにした明るいラブソングになってまして、うん、こちらはテレビアニメただくんは恋をしないのオープニング曲に使用されておりました、うん、はい、アニメのストーリーとリンクさせながら
思い出として写真に焼き付いてしまう前に、うん、君に伝えたいことがあるんだけどどうかなという歌詞になっている。可愛い感じだね。でこちら、まあ、夫婦揃ってミュージックビデオがお気に入りで、うん、はい、カラオケ行ったら歌って、うん、踊るね、踊ってみたいなそうそう、これね、この可愛いダンスなんだけど、うん、調べてみたらね、うん、ちょうどこの曲が発売された当時ね、うん、世間ではちょうど星野源さんの恋ダンスが流行っていた時期で、うんうんうん、で、なんか会議かなんかの時だろうね、うん、恋ダンス流行ってるからただ恋ダンスも面白いんじゃないって、うんうんうん、なんとなく議題に上がったんだって、うん、思いつきでね、うん、そしたらじゃあ恋ダンスの振り付けを手掛けたダンスカンパニーのイレブンプレイさんにお願いしようかってことになって、うん、企画がスイスイと進んでいき、この可愛らしいダンスのミュージックビデオができたっていうことです。だからなんかキャッチーなダンスっていうかさ、そうそう、あ、だからなんだ、うん、振り付け師がね一緒ってわけではないらしいんだけど、違う、そうそう、ただそのダンスに携わってた人たちがね、うん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 、参加したというか、うん、関わった大石正義さんのただ恋ダンスにも関わったという、うん、ただ恋っていうのはただくんは恋をしないの略で、うんうん、ただ恋になる、うん、はい、それを思いながら見るとちょっと楽しいな、そうそうそう、面白いかも、うん、で恋ダンスと一緒でね、なんか本当に、うん、楽しい踊りになってますんで、皆さんよかったら YouTube でもミュージックビデオ見れますんで、はい、はい、ぜひご覧になっていただければと思います。はい、メンヘラジオエンディング、はい、はい、エンディングです。はい、今日はね、うん、なんかここのとこずっとっていうか、まあ2週にわたって4週にわたってか、うん、ほぼ1ヶ月よ、うんうん、にわたってゲスト呼んでね、そう、ゲストさんに来てもらって、うん、お話ししたね、お話しさせてもらったんですけど、まあやっぱ2人だとね、ちょっとなんか落ち着くねなんかお話を一生懸命振るのとか、うん、まあ二人の空気っていうのがあるからね。そうね。やっぱ。そうそうそう。まあもちろんね、ゲストさんが来て一緒に話してるのも楽しいけどね。楽しい、話盛り上がってめっちゃ楽しい、うん、ゲストさん来てる。二人でやるのもね、うん、やっぱり実家に帰ってきた感あるよな。ああ、なるほどね。古巣に戻ってきた感。うんうんうん、そうそうそう。合ってる？合ってる。使い方合ってる。合ってるでいいかな。はい、楽しいよ。本当？うん、どっちも楽しいよ。はい、よかったよかった、ありがとうございます。今日特に楽しいよ。あ、本当、うん、そうね、最近はね、僕の職場でまあいろいろありますからね。はい、ちょっとね平成を装いながらの出演にはなってるんですけれどもね、うん、はい、まあそのうちまた職場ハピアンのことでね、ご報告できることができる日がね、また来ると思うんでね。あ、ちょっとごたごたしてましてね、今ね、まあ、うん、4月からどうしようかみたいな話になってるんですけどね、うん、まあこれ言ったら大体もしかしたら察してる人いるかもしれないけど、まあまあまあ、そこはまあまあまあはい、まあそのうちね、うん、はい、うん、まあいろいろ楽しいことが今後もできそうな感じはしてるんでね。そうね、うん、夏美さんの、うん、漫画プロジェクトもね、着々と進んでる感じ、進んでるのか、進みたいなって思って、まあ、進んでいってね、みたいなと思ってる感じだな、形になればいいかなと、そうだね、うん、思って動いてますので、はい、はい、ぜひぜひ今後もメンヘラジオを聞いていただければ、はい、はい、そのうち他の番組参加お呼びかかるかな、何かあったら出たい緊張しちゃうけどね。でもここで言っておこう、うん、お呼びがかかれば、うん、どの番組でも、はい、いつでもこの2人が、はい、我らがね、ちょっとお邪魔してね、もうメンヘラ的なことを全然喋りますんで、はい、はい、何聞かれても何でも答えますんで、はい、うん、NG はありますかっていうこともありますけど、そうそう、NG は何だろうな、うん、水着かな。
ラジオで嘘でしょスイキャスをご覧の方にしかわからないやつやん、それそうやな、そうやなすいません。いや、いいですけれどもね、元気な証拠ですね、夏美さんが。そうね、今日は元気だね、本当にね、うん、うん、で昨日まではね、大泣きしてたんだけどね大泣きしてたね、うん、もう世界の終わりかってぐらい泣いてたね。泣いてたね。世界の終わりでもあんなに泣かないかもしれないねだからそんなかな、世界の終わりだとな、逆にもう開き直りみたいになったりね、シャーッシャー好きなことってなるかもしれないけど、うんうんうん、まあ、でもまあ、はい、元気になってよかったです。はい、今日はね、僕もお仕事頑張ったんで、これから帰ってご飯食べます。はい。はい、では、今週のメンヘラジオ、ここいらでお開き。今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで、寝ろ。はい、はあ、ありがとうございました。